ムス秀樹の J 散歩。海をバックに立つ男、ジェームス秀樹です。まあ天気が悪くてもやっぱ海ってのは楽しいもんでございますけどもね、今日はこの日立市周辺をブラ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 していこうかなと思うんですけども、やっぱりねこの海をスタートにしていかなきゃいけないかななんて思うわけでございますよ。では J 散歩スタートです。海の前のハンバーガーといえばここでしょう、間違いないですよね。ビーチバーガーない、早速お邪魔しましょう。河原湖海岸沿いの素敵なお店といったらここ。ぶっちゃけ僕、常連です。さてと、何しましょうね。やっぱさ、でもここ来たら、あれは食べなきゃダメでしょ。そうですね。はい、ビッチバーガーと、はい、やっぱりですね、アボカドチーズバーガーで、はい、この売りのスムージーのセットを。ありがとうございます。お願いします。おお、新鮮な野菜使ってますよ。色が鮮やかだね。うわ、もう美味しそうじゃん。いいパテだ。バンズを手際よくひっくり返して、これを一つ一つ重ねていって最高の味になってくわけだね。うわあ、ずっと見てられそうなんだけど、これいいねー。あ、もちろんポテトもありますがな。アボカドチーズバーガー、そしてビーチバーガー完成。うわー、うまそうだ。スムージーも美味しいのよ、ここいっぱい種類あるからね。はい、早速いただきます、ね、はい、食べます。おう、はい、そうだ、うん、ゲームやります。ゲーム、ゲーム、なんだ、ジェスチャー、ジェスチャークイズ、何それ、何ジェスチャークイズ、ジェスチャーして、うん、俺がジェスチャーをして当ててもらう、で当たらなかったら、うん、当たらなかったらダメなの、なんでそれ、こんなところじゃないよ。はい、またこちらです。じゃあ俺ジェスチャーするから当てて。頑張る。うん、言うていいのかな、サーフィン、おぉ、置いとくの。サーフィンはやらない？やらない？サーファー？何？やったぜ！やったぜ！やったやった！やった！いいんだよな？当たったからいいんだよな、食べてな。じゃあ、ビーチバーガーのこの真っ黒バンズのいただきます。何度食ってもうまいな、ここは。うん、うまっ、よかったよかった、食べられちゃう。こちらビーチバーガーラインのコーナー、及川武さんでございます。どうもよろしくお願いします。あのもう本当にお店から海まで10秒だもんね。そうですね、ポンと飛び出せば最高のロケーションにあるハンバーガー屋さんでございますけどもね、なんだろう、あの、まあ、今日もそのいつもの黒いバンズのね、はい、ビーチバーガーって、はい、いただきましたけども、ありがとうございます。黒いハンバーガーって人
ね。中にはあの竹炭ですか、うんうん、あれを練り込んだバンズになっておりまして、うん、それで真っ黒な日立はあの竹の加工 の, その製品ですか、うん、そういったものがちょっと有名だというのもありますし、うんうんうん、あとは成長作用があるっていうので、うん、まあ一緒に食べたらいいんじゃないかと。腸を整える作用があるらしいな。そうですね。ああ、なるほど。それすごいね。そこでも考えて作ってたね。ありがとうございます。すごいね。考えております。大したもんだね。ありがとうございます。僕も本当僕もあのね、よく来るんだけど、のんびりしちゃうな、来ると。ね。ありがとう。仕事しないよね。してください。お外で食べてたお客様に声かけちゃいました。こんにちは。せっかくでございますんでね、今日ね、神栖からわざわざ日立までハンバーガーを食べに来たっていう可愛らしい女の2人がいたんで、ナンパして一緒に食べさせていただいて、お邪魔してます。あ、一緒じゃない。やっぱ、でもこれ食べなきゃだよね、ここ来たらね。大丈夫？ついてる。全然ついてる。ハンバーガー好きなの？好きです。お、結構あちこち食べ歩いたりしてる。どの辺行ったりしてる？柏とか。柏？千葉まで寝てるの？千葉。あ、そっか。やっぱすぐだもんね。川越では千葉だもんな。そうですね。それいいな、あちこち。今日はなんでまたここを目指してきたの？海の見えるハンバーガー。まあ確かにそうだよね。海まで10秒だもんね。なんか嬉しいね、逆に。いやいや、それでいいのよ。だって食べなきゃ冷めちゃうもんね。うん。でもスムージーも美味しいよね。美味しい。うん。いや、今日はゆっくり。せっかくな天気でしたから、ね、ゆっくりしてくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お邪魔しちゃって。俺ずっとここで食べてるからさ。適当に取ってこいと。嬉しい。はい。寝る？